はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト5続きやっていきたいと思います。前々回天空城行きまして、まあ落ちた原因分かってね。まあその、ね、ゴールドオーブがなくなったせいで起こったって言ってましたけど、ゴールドオーブを直せるのがね、妖精って言ってましたよね。で、その妖精がいるとこに行けばいいんだけど、ちょっと寄り道しまして、王者のマント取りましたね。ここね。だからもう十分装備的にやばいんですけどね、もう最強クラスなんでね。あと、兜とかかな。それは後だね。確かここら辺だったな。あそこだ。あそこに行かなくちゃない。ここですね。ここも探しましたかね、最初知らないとき。これ敵がちょっと強いかな。ね。ラムポーン、ドラゴンゾンビとか出てきますんでね。まあ、ガンガン行こうぜ、でいいか。いや、危ね、間違えて逃げるやろうとしたら、逃げるやったらリセットですからね、自分。あ、やっぱ攻撃でいいや。余計なことしそう。あ、ダメだ。うん、余計なことしそうだな。前回マヘアドまで覚えたもんね。タバサと、ピピンじゃねえや。ピエールにしよう。入れ替えよう。気持ちかなり。あ、そろそろ盾交換できるかな。ここクリアしたら行こうか。ここってメガザルロック出てきたよね。だけど、ここ、あれも一応仲間、おすげえタイミングで今出てきたね。なんだけど、あれも一応仲間入るモンスターなんだけど、ここでは入んないんだよ。確か。後でもまた出てくるけどね、すげえ厄介なんだ。それに対して1体では強くないんだけど、全部生き返らしちゃうからね。そういう意味ではね。この状況だとちょっときついようなね、相手ではあるけど。お。これさ、二人、あ、大丈夫か。これ道忘れちゃった。また、左にあれがあった。こうやったよね、確かに。ここに小さなメダルなかったっけ。ここは妖精の村に通じていると言われている迷いの森だ。しかし普通の人間じゃこの森を抜けることはできねえみてえだぜ。もっとも妖精の姿を見ることができるなら話は別だけどよ。昔見れたもんね。私もね、子供の時は妖精の姿を見たことがあったんだけどね。だからこれレックス連れていけば、あそこで勝手にイベント起こるのかな。あ、いいねいいね。エルの見せる。すごい重宝するよね。MP 結構なくなるんで。ここなんか剣1個あったな。お、踊る宝石。これも仲間入れたね。ジュエルさん。結構確率低かったと思うけど、踊る宝石は。お金いっぱい持ってっからいいけどね。ああ、前回のちょっときついダンジョン攻略したから、すごい浅く見えるね。浅く見えるから、まあサクサクいければいいかなとは思うんですけどね。パパ、あそこに人がいるよ。ここ宝じゃなかったっけ？あれ違うな。どっかあったよね、宝。お、ラムポーン。ラムポーン、ケンタラウス、ジャミだね。まあ、ここも面倒いんでね、さーっと抜けたいからね。あったあったあった。この宝のこと言ってた。あ、出た。メガアザ。強え。まあ、こういう状態を天空の剣だと凍てつく波動効果なんで消せるっていうね。
妖精の剣だよね。これ上だったんじゃなかったっけ確か。お、オーガヘッド。モンスターズでボスでいたよね、これ。これでっかい顔に見えるけど、真ん中より上3個見えない。1つ目の鬼が3体いるんだよ。これは仲間になりません。たまに仲間なり、あ、前言ったっけ、仲間なりませんって言ってんだけど、自分滑舌悪いかね。仲間なりません、すえんって聞こえんのかね。仲間なりませんよ。おう。あれ、父さん、たけるのところに誰かいるよ。あ、待って、君は誰なの？え、あなたに私の姿が見えるの？うん。うん、で、私何かよかった。やっぱ娘も連れてたら見えるよね。僕たち妖精の村に行きたいんだけど。わかった、悪い人じゃなさそうだし、案内してあげる。こっちよ。よし、行こうか。父さん、こっちだって、ついてきて。いない。まあ、まあいいでしょ。ああ、なんか見たことある場所ですね。わあ、人間だ。人間がこの村に来るなんて随分久しぶりだな。あれ以来なんだろうな。確かこの前、人間が来たのは20年くらい前じゃったな。なんとお前さんがあの時の子供か、大きくなったの。20年経ってんだね。あの時6歳だったから、今26歳ぐらいなんかな。あ、そうだね。石になったもんね。奴隷になって、10年で石になって、8年石になってたんだもんね。それで、まあ、この子供ら生まれるのに1年ぐらいかかるでしょうからね。まあ、20年ぐらいは経ってるよね。お、炎の鎧。まあ、レックスぐらいなんだよな。これもいいよね。水の羽衣。ゲレゲレが装備できる。羽衣まとうんか。これもね、いいよね。水の羽衣ね。トン盾。盾が上がる。力の盾。視力の兜。力の盾を、これ回復できんもんな。まあいいけどね。どうしようかね。炎の鎧。無理に買わなくていいか。ここってさ、ルーラー来れなかったっけ？来れるよな。ね。まあ、後でくりゃいいや。そんなに急いであれのもんじゃない。ここはポアン様が治める妖精の村よ。え、ゴールドオーブを？それならポアン様に聞けばいいと思うわ。そうさせていただこう。ここ拾ったっけ？拾ったよね。命の木の実だか、不思議な木の実だか。あれないんだよね。レミラーマなかったよね。山頂使えたっけ？ DS 版だけだっけ？使えんのって。あいつなんか盗賊の血みたいなの引いてるような感じすっからね。これベラだろ。アベルだってこと私にはすぐに分かったわ。本当に久しぶりね、アベル。妖精国の女王様に会う方法は下の階にいるルナが教えてくれるはずよ。頑張ってね。何の話してんだって話だよね。まあもしかしてアベル、なんて懐かしいんでしょう。あの時は本当に世話になりましたね。それで今日は私何か用なんですか？はい。そうですか。それなら約束を果たすと来たようですね。アベル、このホルンを持って行きなさい。私たち妖精国の女王がきっと力になってくれるでしょう。もうなんかこの話を先読みしてたよね、左の下の。気のせいか。まずは、女王様に話を聞いてとかだったら今のね、ゲームだったらそうだけど、当時のスーファミだからね、あんまりその容量の問題もあるでしょうけど。妖精の城は普通の人間に見ることはできません。しかし妖精のホルンを吹けばあなた方にも見つけることができるでしょう。山々に囲まれた深き森、その森の湖の真ん中でホルンを吹きなさい。はい。まだちょっとしか時間経ってないから。あれどっから地形か。ネットの宿屋かな。聞かないんかい。ここ自力？どうすかな、装備品。いいか、これで。まあ、後でもっといいの売ってんもんね。フローラでやるとね、水の羽衣も途中でもらえるんですよ。確か。逃げみと？なんで？何も聞かない。ここ行かないとダメ？何これ使えねえんだけど、なんで自力で出なくちゃねえんだっけ、ここって。めんどくせえ。妖精の村行ったらやばいじゃん。
お、アンクルホーン。ドラクエさ、4だとさ、アンクルホーンこの色じゃないよね。ちょっと人間っぽい色で、ブルデビルってやつがいて、それがこの色なんだよね。だからよくデスピサロとかいたじゃないですか。あれがね、エスタークの色してるんですけど、ドラクエ4って。だからエスタークがね、青っぽい色なんですよ。ドラクエ4はね。まあこれ以上言うとね、ちょっとこの後に響いてくるのであんま言わないですけど、4にそんなんいたよねって話で、まあ止めといてくださいね。はい、とりあえずね、出てネッドの宿焼きました。まあ出るだけの作業なんでね、まあうろうろしてればいずれ出れんでしょう。43枚になった。あーあと1枚か。これだ、メタルキングの盾が欲しい。そうね、その盾交換できるから、 なんで盾強力になるんだろうと思ったら、それ取ってなかったわ。どこだこれ。この天空の塔の上だね。まあいつの間にかまたタバサに変わってるし、ピエールにしたのに。だからこのシステムがあるから、タバサとか預けちゃえば、ずっとピエールのままね、できるっていうね、なんか変な現象あったりするじゃん、このゲームって。こうメインのね、キャラに変わっちゃうんだよね。さーて、妖精のホルン取ったので、はい、一瞬バグったかと思った。ようこそ妖精のお城に。よくぞ参られました。話はすでにポアンから聞いております。もうポアン様の上だね。確かに天空の城にあった2つのオブは私たち妖精の祖先が作ったものです。しかしもはや私たちには同じものを作ることはできません。これをご覧なさい。ジョーは光るオブを取り出した。実は作ろうとしたのです。しかし形は似ていますが、このオーブには天空の城を浮上させるほどの魔力はどうしてもないのでした。でもアベル、あなたならできるかもしれません。このオーブをアベルに差し上げましょう。はい、伝説の勇者様がついに誕生したことは私たちも知っておりました。どうかレックス様に神の祝福がありますように。さーて、まあ今回はね、中途半端になっちゃうので行っちゃったらね、教会か。まあ、記録したばっかりだけどね。知ってるかもしれないけど、ビアンカさんは伝説の勇者の子孫なのよ。アベルさんはエルヘブンの血を引いていましたね。二人の間に伝説の勇者が生まれたのは天のご意志だったのでしょう。さあどうぞお取りください。だから天空の血を引いてるものにと赤い糸で結ばれてんで、私は世界の歴史を全て記録しておるのじゃどうやって
ここにあるものは私たち妖精の宝物です。しかし世界の平和には変えられません。どうかお持ちくださいませ。じゃあ遠慮なく。お、山頂よ。タバサにあげろよ。よし、タバサがだいぶ強くなったね。お、なんか勇者の顔みたいにあるね。この絵は伝説の勇者様の誕生を祝って描かれたものですわ。ドラケ3の勇者だよね、あれ。どうかアベル様ご自身が女王様からもらったオーブを持ってここにいらっしゃいますように。はい。この絵は心を映し出す不思議な絵。あなたを思い出の場所に運んでくれるでしょう。さあ、絵の前に立ち、心を開くのです。しかしね、こうやってね、子供だった主人公がこうやって子供できて不思議だよね。自分も同じ境遇になってから、まあね、その前からまあこうなんだろうなと思う部分はあるんだけど、改めて気づかされることってあるもんね。子供の方がしてたりとかするようになるんでしょ、そのうち。ここはサンタローズ村、この村を訪れるのは心の優しい人ばかりですわ。これさ、この時変えるんだっけ。人はね、人し好みのね、人だもんね。だから自分ここで買ってたじゃないですか、後で説明しますねって言ったのは。後で人し好みありますって、この時説明できないもんね。はい、来た。一丁二丁三丁。はて、どこかでお会いしたことがありましたっけ。ああ、旦那様のお知り合いの方ですか。旦那様なら上にいらっしゃいますよ。お、パパスー。ん？誰かは知らんが、私に何か用かな。いいえ。では邪魔をしないでくれないか。ちょっと調べ物を教えるんだな。なんだって、お主が私の息子？はい。わっはっは、私の子供は後にも先にもアベル一人だけだ。何か他に用でもあるのかな？失礼に、ちょっと喉痛くてお茶飲んだ。はい。うむむ、ではラインハットに行くなというのか？はい。私がラインハット城に呼ばれているとよく知ってたな。わかった、お主は預言者だろう。悪いが私は預言など信じぬことにしているのだ。しかし私の妻に痛めをした人よ。お主の忠告だけは気に留めておこう。さあ、もういいだろう。私は、忙しいのだ。向こうに行ってくれないか？ね、懐かしいね、パパスね。もう多分あんたより強いかもしれないぞ。あの、娘のバイキルトと息子のスクルトかけたらあんたより多分強いぞ。あんた知ってるかね？パパスの息子アベルがお化け退治をしたそうじゃ。あの子は大きくなったらきっと強い戦士になるぞ。でね、アベルがね、どっかにいるんだよ。まあ、どっかにいるというか、いるんだけどね。じゃあ、素敵な人。あら、私としたことが何を言っているのかしら？何もない村ですが、どうかゆっくりしていてくださいね。ぽ。純粋な子だね。アベル。ここでちっちゃい時、アベルのちっちゃいのいたじゃないですか。あんた旅の者だな。怪しまれたくなかったら、村のことはあまり嗅ぎ回らないようにな。まあ、同じアベルなんだけどね。まあ、こういう風にして、外からね、あ、いた。外から守ってくれてたんだね、兵士たちはね。まあ、運命は変えられないですけどね。ガルルルル。大人になってからね、逆にわかることもあるからね。あ、お兄さんのことだね。教会のお姉さんが言ってた素敵な人って、あいつフラグだったのか。え、僕の持ってる綺麗な宝石を見せてくれないかって。はい。うん、いいよ。お兄さん悪い人じゃないみたいだし。でも、ちょっとだけだよ。はい。はい。すり替えた。すげえよね、このさ、あの、映画あったじゃないですか、ドラクエ5。2時間ぐらいでさ、ここの全部のストーリーまとめてるっていうかさ、まあ無理だろうって感じでしたけどね。ねえ、すごく綺麗な宝石でしょ？うん、どんなに辛いことがあっても僕は負けないよ。ゲレゲレ行こう。自分見ましたけどね。まあまた違うドラクエ5が見れると思いますんで。ゲレゲレ、行こう。どこに行ったんだ、みたいなね。これなんかなかったっけ？
あ、もしかしたらサンタローズが滅んだ後に何か起こってるかも。まあ妖精の村に行ったんでしょうね。よし、じゃあね、お父さんありがとう。これでね、戻るとね、DS 版だと、息子とかに話できるんですけど、なんかね、パパがね、なんか、すごい、なんだろうね、まあ、悲しそうというかね、そんな話聞けるよね、確かに。なんか聞けたよね。だから、その、息子と娘にも同じ目に遭わさせないようにね、自分は何としても生きねばならんのよ、アベルは。辛い人生だけど。辛い人生の中にも子供ができたら、なんだろう、辛い人生だったって言っちゃうとね、その子供を否定しちゃうことになっちゃうので、っていうのがね、そういう人生が送ったからこそ、遅れた人生ってのあるじゃん。その結果で子供生まれたってわけだから、子供に罪はないからね。一番悪いのはゲマだけどね。でもあそこでゲマが、パパスをね、まあ、殺してなかったら、レックスとサパス生まれてなかったんかなとか、やっぱそういう、まあドラケ5にしては違うんかもしれないけどね。いろいろそういう夢になってくるよね。よし、ゴールドも取った。じゃあ天空城行きましょうか。天空城行って、まあ次回かな、そこは。次回天空城行ったら、まあね、どうにかなるんで、その後行ける場所か。そっから辛いんだよ。ちょっと難所かもしれないね。はい。ということで今回こだわりたいと思います。じゃあ次回は、次回天空城にゴールドオーブ持っていこうか。ね。はい。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。